わけか。この空間に対する興味は尽きないが、メモリブレイクしよう。オーケー、相棒、逃がさねえぜ。ジョーカーマキシマムドライブ、ジョーカーイーグルストリーム。残念だったな。真のロードキングは俺たちだ。はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、 CSM サイクロメモリ&ジョーカーメモリバージョン 1.5 フート探偵ザステージエディションです。はい、ちょっとややこしいんですが、仮面ライダーダブルの続編にはフート探偵っていう漫画原作があるんですが、さらにそれがアニメ化され、そのアニメの雰囲気を踏襲した舞台版があり、その舞台版のキャストの2人の音声入りの CSM のバージョン 1.5 ガヤメモリが発売したと。複雑な経緯を持ってるサイクロンジョーカーですが、舞台版を見に行った僕としてはかなり熱いんだけど、特にね、フィリップのアニメ版への寄せ方が最高に良くって、翔太郎に関してはもうちょっと舞台版独自の喋り方の雰囲気だったかな。まあそれ以上にアキコがめちゃくちゃアキコだったり、どこかで見たような人がバンドを演じてたり、そのままオリキャスの人もいますし、もちろんスーツはね、特撮版のものが使われてましたから、この辺もマジ最高だった。ちなみに翔太郎は仮面ライダーベイルも演じられてた和田さんね。でもほんとキズさんがね、良かったんすよね。なのでこのガイアメモリエディションを買うとこれもついてくると。ではレビューしましょう。まずブロマイドが、はい、翔太郎に、フィリップに、アキコ、そしてダブル。びっくりしたのがさ、オーロラとかスクリームとか新規造形のスーツが作られてて、そこまでお金かけるんだっていうね。はい、メモリ側のパッケージはこんな風になってて、話的にも T 字路の魔女がベースになってますので、まあ知ってる話だなと思いながら見てたら、途中からオリジナル路線のバトルシーンが入ってきて、その辺がね、超熱かった。箱は小さいながらも、ガイアメモリが、はい、2本ね、最新のバージョン 1.5 がベースになってるものが入ってて、そう、シールは、別で貼ってね、なので、なんかこのシールがない状態のガイアメモリもこれはこれでよくない？ CSM 準教のラメ入りシールになってて、元々のやっぱバージョン 1.5 最新のフート探偵エディション、あのアニメボイスが入ってるやつ、これと変わんないかな。基板のカラーもちゃんとグリーンで、じゃあ高級品なんでね、丁寧にシールを貼って、ザ・ステージのキズさんと和田さんボイスのフィリップと翔太郎の声が聞けるわけでしょ。まずメモリの見た目自体はこれまでのバージョン 1.5 のフート探偵エディションと何ら変わらなくって、クリアパーツのカラーなんかも全く一緒、シールの光り方なんかも同じで、長押しで3モード切り替えってのも同じですね。通常のメモリだけのジョーカーサイクロン音声とジョーカーサイクロンで、長押しでセリフモードサイクロン、うわ、仮面ライダーダブル、さあお前の罪を数えろ。これは良いね。さらにロストドライバーモード、興味深い、続々の3モードで遊ぶことができると。え、ちょっとさ、まずセリフモードで変身しよう。サイクロンジョーカー変身。音声タイミングも完璧で、なんか舞台を見てた時はかなりアニメに寄せてるなと思ったけど、ちょっと原作の特撮版っぽい雰囲気もある。もちろんビジュアルに関してはこれまでのバージョン 1.5 と何ら変わりませんが、あとは変身後のメモリ抜きからのセリフがなるかどうか。行くぞフィリップ。なるやんけ。もう本当いつものバージョン 1.5 だ。それをザステージ版、舞台版に
したって感じなわけね。ってことはフィリップも翔太郎今だ。最高すぎる。マイクロマキシマムドライブ。いやこれはすごいわ。これ変身解除もなるよね。完璧です。もういつものバージョン 1.5 のフート探偵バージョンの舞台版、アニメ版じゃなくて。めっちゃ豪華じゃん。ちょっと単体音声聞こう。ではまず舞台版翔太郎のセリフモード12音。翔か変身仮面ライダーダブル。さあお前の罪を数えろ。フート、この街では小さな幸せも大きな不幸も常に風が運んでくる。俺の仕事はその風に耳を傾け、小さな幸せを守ってやることだ。ちょっとなんか音響がやっぱステージっぽい。俺の名前は左翔太郎。極めてハードボイルドな私立探偵だ。口先ばかりで空回りが多い俺だが、一つだけ死んでもやると決めてることがある。それが依頼人を守るということだ。だったらいつも通り半分力貸せよ相棒。ジョーカー変身。俺にもこの街のフートの探偵としての意思があるんだ。フート探偵ザステージ。現地で聞いたタチキさんボイス。次はフィリップセリフ12音。サイクロン変身。仮面ライダーダブル。さあお前の罪を数えろ。興味深い。ゾクゾクするね。あーちょうどやっぱアニメと特撮版の間ぐらいかな。じゃあ検索を始めよう。僕たちは二人で一人の探偵だ。サイクロン変身。そろそろ意地を張らずに僕の力を借りるべきじゃないかな。ねえ翔太郎、君のプライドを傷つけるつもりはないが、この事件はどう考えても僕の力が必要だと思うよ。この感情豊かで無謀に走り続ける相棒を僕は放っておけない。守りたいと思う。フート探偵ザステージ。やっぱどっちかっていうとアニメ寄りかな。アニメ版も鳴らすと、行くぜフィリップ。ジョーカー変身。俺といえばこのメモリだよな。僕たちは二人で一人の探偵だ。サイクロン変身。裏フートか、興味深い。いやどっちもいいね。なので通常モードで遊べば、サイクロンジョーカーセリフなしで変身することもできますし、サイクロンジョーカー、そのまま必殺ね。はい、ジョーカーエクストリームの効果音とか、サイクロンマキシマムドライブ。サイクロンマキシマムドライブの効果音ね。あとはサイクロンに関しては抜いた後に一回押してトリガーマグナムと組み合わせてねと。はい、射撃音も鳴って完璧だね。でもトリガーマグナム今の時代持ってない人多いよね。ただやっぱ基本的にはザ・ステージメモリーってことでセリフモードで遊ぶのが正解だし、進めていってこの8音目と9音目これを鳴らした状態で変身すると変身後セリフが変わると。
おー、さあお前の罪を数えろから、仮面ライダーダブルさあお前の罪を数えろにセリフが変化しましたね。でこっから必殺で行くぞフィリップ。ジョーカーマキシマムドライブ、ジョーカーイグルストリーム、セリフありのジョーカーエクストリームプラス引っこ抜いてから行くぞフィリップ、ターン落ちでセリフが発動。メモリの名前の通り、路上の王ロードキング気取りってわけか。この空間に対する興味は尽きないが、メモリブレイクしよう。 OK 相棒、逃がさねえぜ。ジョーカーマキシマムドライブ、ジョーカーイグルストリーム、ここまで言ってくれるわけね。舞台版の音響っぽい感じで発動ね。じゃあフィリップもセリフモードで改めて、翔太郎今だ、サイクロンマキシマムドライブ、はい、ここでもセリフなしの効果音 でトリガーエアロバスターも、翔太郎今だ、サイクロンマキシマムドライブ、勝ちで変わりませんから、ここでもトリガーマグナムを用意して、翔太郎今だ、サイクロンマキシマムドライブ、遊ぶような感じです。まあ、正確に言えば、金端子側をトリガーにする必要はありますよね。で、あとは変身会場もなりますから、こういうところも素晴らしい。ちなみに舞台版とアニメ版、同時に遊ぶこともできますね。音響の感じ変えてあるんでしょうね。そして割と違和感なし。そして長押しでロストドライバーモードもありますので、ロストドライバーと連動。ジョーカー、仮面ライダージョーカーね。ジョーカー、はちゃんと隙間なくジョーカードゥンドゥンドゥンで変身音が発動。でライダーキック、さらに抜いて1回押しでライダーパンチ、ジョーカーマキシマムドライブ、ジョーカーで変身解除も、いけますし、ロストドライバーモードで仮面ライダーサイクロン、いろいろ音声になりますが、基本は
セリフモードで遊ぶ感じかな。最新のバージョン 1.5 のフード探偵ガイアメモリをベースにしつつ、舞台版の音響っぽい感じで舞台版の声が聞けるっていう、ザ・ステージを見に行った僕としてはなかなか熱いアイテムでしたね。でも、イコマちゃんの所長がすっごい良かったんで、イコマちゃんボイス入れて欲しかったな。クオリティ高かったんですよ、アキコ。まあ舞台版ということで、キャラクターというよりはキャスト側のファンだよっていう人もね、いらっしゃると思いますから、そういう人にはめちゃくちゃいいと思います。とりあえず僕は超満足。以上、コンプリートセレクションモディフィケーションサイクロンメモリ&ジョーカーメモリバージョン 1.5 フート探偵ザ・ステージエディションの紹介でした。